皆さんこんにちは。痛みだわり1月8日号です。20万人市民総ぐるみ痛みのみんなで防災行動をということで、1月21日の日曜日午前10時平成29年度痛み総合防災訓練を実施します。雨天の場合は欠航で、荒天の時は中止となります。この訓練はマグニチュード 9.0 震度6弱の南海トラフ巨大地震を想定したもので、午前10時に屋外拡声器 FM 痛みなどから放送される緊急地震速報の訓練放送を合図に開始します。この緊急地震速報の訓練放送を合図にシェイクアウト訓練をまず行います。このシェイクアウト訓練というのは、姿勢を低くして頭と体を守る、そして揺れが収まるまでじっとしているという訓練なんです。今回伊丹市総合防災訓練は市内のさまざまな場所で行われます。まず伊丹スポーツセンター体育館では、地域住民による避難所開設運営訓練や自衛隊による炊き出し訓練、そして陸上競技場ではヘリコプターによる救出着陸訓練を見学できます。皆さんも避難所までのルート確認や災害備蓄品の確認、そして各自がその日にその場所でできる防災行動をとって訓練に参加してください。お問い合わせ先です。伊丹市危機管理室、電話番号は072-784-8166 072-784-8166 です。それでは今週の痛みだわり姿勢情報から進めてまいりましょう。では姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。地震や津波、また河川の氾濫や土砂災害など、近年日本各地で頻発する大規模災害に備えて、伊丹市の各地域では住民による避難所運営のシミュレーションが行われています。その様子をご覧ください。伊丹市立桜台小学校にやってきました。今日は日曜日なんですが、学校の休みを利用して地域住民による防災訓練が行われます。災害が起こった時に備え、住民による避難所運営をシミュレーションする訓練と聞いているんですが、どんな訓練内容になっているのでしょうか。私も体験してみたいと思います。防災訓練に参加したのは桜台小学校区内にある9つの自主防災組織の皆さんです。テーブルに分かれて避難所運営を疑似体験しました。今回行われたのは避難所ハグという避難所運営をシミュレーションするカードゲームです。カードに書かれているのは避難所にやってきた人や家族の状況です。災害が発生して自宅で生活できなくなった人や、旅行滞在中にこの地域にとどまることになった人、年齢、性別、国籍など異なった事情を抱える人々や、避難所内で起こる問題にどう対応するのかを考えます。テーブルの上には実際の桜台小学校の体育館を縮尺した見取り図が置かれています。カードはちょうど畳1畳分のスペースになっており、それぞれの避難者の状況を考えながら生活スペースを配置したり、通路や仮設トイレ、炊き出しの場所を班ごとに話し合いながら決めていきます。また避難所内で起こるさまざまな問題が書かれたイベントカードもあります。急病人が出た場合の対処や、届いた救援物資をどう配るかなど、避難所で起こり得るさまざまなシチュエーションについて考え話し合いました。それでは避難所ハグを体験させていただきます。皆さんよろしくお願いします。長男が喘息発作を起こしており、
受診の必要があるウサギ2匹と一緒ということで入られへんわ。でも、まあ、皆さんどうしたらいいと思います？近い方がいいので、また後で具体的に来るんじゃないですか。そこから受けた方が。いらっしゃいましたよね。こっちは高齢者やったらこっち。ここも女の子。42歳男性、66歳男性と40歳の女性です。すいません、お願いします。もう若いからね。はい、こっちで66歳の方、食事までは提供できないので30人分食事を分けてもらえませんかということです。避難所ハグはカードゲームなんですが、実際に災害が起こって避難所を運営するとこんな問題が起こり、こんな対策が必要など、実際にシミュレーションを見せて初めて考えることばかりでした。他の参加者の皆さんはどんな感想をお持ちなんでしょうか。お話を聞いてみましょう。今日参加してみていかがでした？そうですね、初めての経験だったので、とにかくわからないんですけれどもね、やっぱり皆さんで集まって、そういうことを今回取り組んだことをね、一緒にやれたっていうところが非常に良かったかなと思います。こういうことをしてみないとわからないことがたくさんあったので、参加させてもらってよかったと思います。実際そういうことが起きてから、困らないように何かこうちょっと役人でも立てたらよかいいかなと、思いました。ペットを連れておられるとか、外人の方とか、体の悪い方、その都度その都度そこで対処 していかないというのは、やはり経験がなかったらなかなか難しい。こういうシミュレーションを勉強したことでやっぱり身近になりましたね。そういうどういうことをすればいいということをよく分かりましたので、冷静に対応していきたいなと思います。今日参加の人ってね、結構60以上の人が多いと思うんですね。もっと若い人にね、自治会単位でやってもらわないとね、とってもやないが対応できないと思います。でも本当にいい勉強しました。ありがとうございました。この日は避難所ハグの後、炊き出し訓練も行われました。桜台小学校区では避難所運営に必要な防災資材や防災機材を地域で選び新たに購入しました。この炊き出し訓練では、新しい機材の使い方や炊き出しを行う時の手順、役割を確認しました。また備蓄している食材の味を参加者に知ってもらおうという目的もあります。最後に地域の防災訓練を活動支援している伊丹市消防局で今回の訓練についてお話を伺いました。それでは伊丹市消防局の藤本さんにお話を伺いします。よろしくお願いいたします。お願いします。今回は避難所ハグというゲームが取り入れられていましたが、どういった効果、どういった目的を狙っているんでしょうか？はい、ご存知の通り平成23年3月11日には東日本大震災が、また平成28年の4月には熊本地震が発生しました。東日本大震災では避難所における生活の質が課題とされて、被災者の皆さんが常に体調を崩す恐れと隣り合わせにあったと言われています。また熊本地震では市町村の職員が避難所の運営に忙殺されたことで復旧復興に過大な影響を与えたと言われています。実際に災害が発生した場合は当然行政が避難所を開設して運営するんですけれども、数百人いる避難所の中に数人の行政職員がいたとしても適切な運営は図れないのが実態です。今日行った訓練はカードゲームなんですけれども、避難者に見立てたカードで矢継ぎ早に避難者が押し寄せてくることを具体的にイメージしていただくために、実際の避難所になる小学校の体育館で避難所を疑似的に体験していただく形で皆さんに取り組んでいただきました。で、結局のところそこで参加された皆さんがその疑似体験を通じて実際に避難所で生活する上では運営の母体が必要だということと、そのためには地域の意見が反映される必要があるということを
気づいていただいて積極的に避難所運営に携わらなければならないという意識が醸成されることを期待して取り組みをさせていただいてます。今回の訓練は桜台小学校区で行われましたが、今後その他の地域でも避難所運営に関する訓練は行っていかれるんでしょうか。はい、伊丹市においては平成7年の阪神淡路を契機として主には自治会を単位とした自主防災組織の結成を促してまいりました。現在市内には204の自主防災組織があって、でほぼ全ての自治会において自主防災組織を結成していただいている状況です。これが平成14年頃からはこの小学校区ごとに合同して行う防災訓練が定着してきて、現在では市内17の小学校全てにおいて年に1回はこのような防災訓練が行われるようになっています。この防災訓練は消防と地域が約20年もの長い年月をかけて培った一つの文化だと考えています。自主防災組織に対しては今回実施したように避難所運営に携わることが期待されている世の中にあるため、伊丹市において避難所運営を所管する危機管理室と共同して消防局が実施している第5次総合計画の後期5カ年計画における自主防災組織育成支援事業として計画的に今年度から平成32年度までの4カ年において全ての小学校区において実施していきます。これからも市民の皆さん一人一人が防災・減災についてしっかり考えていただき、災害に正しく備えていただけるよう理解を求めていきたいと考えています。藤本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。南海トラフ巨大地震など様々な災害が危惧されている今、自分自身や家族はもちろん、同じ地域に住む住民同士が協力する体制を整え備えておくことが大切です。そのためにもそれぞれの地域で行っている自主防災組織の活動にぜひご参加ください。今回は避難所運営を疑似体験する防災訓練の話題でした。今回このゲームを通じてなんですけれども、その避難所に起こる具体例っていうのを一つ一つもうみんなで考えることができるっていうのは、この経験があるとないとではだいぶ違ってきますね。そうですよね、はい、この実際に私も体験をしてみて避難する人の気持ちを考えてみたり、うん、避難所で起こりうるトラブルも知ることができて、はい、とても勉強になりました、はい、こういった疑似体験をしておくことで普段から災害に備えておこうという思いも芽生えますし、防災に対する意識を高める効果もあったと思います。はい、市政情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。